人に感染する細菌などが原因で、それが腸内フローラにまで影響を与え、考え方や思想や宗教などの行動にどう程度影響されるのでしょうか。カタツムリの中に入る細菌とかいるじゃん。で、なんか高いところ行きてって言って高いところに行かせて、うん、で、そこで鳥に食われるっていうので繁殖が広がるっていうのがあるんだけど、うん、チーズとかに入ってるトキソプラズマっていう寄生虫がいて、日本人はほとんど感染してないんだけど、ヨーロッパの人大体8割ぐらい感染してんのね。うん、で、トキソプラズマに感染すると、割と行動的になるっていうのがあるんだよね。うん、あんまりビビったりしないですぐ行動しちゃうっていうのが、実はトキソプラズマの感染によって起こるって言われてて、うんうん、人の考え方っていうのは実は寄生虫によって変えられてるっていう可能性があって、うん、生の牛乳とかに入ってるから、こっちにいる人って大体感染しちゃってるんだよね。で、日本人って人種的にビビリが多いんだけど、トキソプラズマ感染しようが少ない。だから腸内フローラを置いといて、その外部の影響によって考えが変わったり行動が変わったりってのはすでにありますよっていう話。韓国の人ってさ、辛いものめちゃくちゃ食うじゃん。要は肛門が痛くなるみたいなのもあって、腸の中にもその辛いものが通っちゃってて、で、そこの辛い刺激というのに弱い細菌っていうのは、韓国の人は腸内には残りづらいって言われてるのね。なので、その結果として、その腸内にその細菌が出してたであろう、そのホルモンだったりっていうのも出なくなるので、そこで考え方だったり行動に影響を与えてる可能性もありますよと。食べ物が特化してる地域っていうのは、それはそれでまた影響があるんじゃないかなと言われてるんですけど、で、ファビュルみたいな韓国の人特有の病気みたいなのも実はそこから来てるかもしれないと。